どうもフルゼロと申します。本日は2024レイトサマーキャンペーンが来たということで見ていこうかなと思います。昨年はね8月31日にやってたこのイベントなんですけれども、今回は9月2日っていうことで、ちょっと遅めに、登場したイベントとなっております。で、内容としては去年とそんな変わらないんですけれどもね、ガチャの評価などをお話できたらなと思います。もう9月の1日にねエネルギーはだいぶ蓄えてきたんで、9月以降もよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。レッツゴー。それでは早速見ていきましょう。まずはログインボーナスです。今回はそこまでね内容的には豪華ではないんですけれども、チリツモですね、ハンマーとかバトルポイントとか、すごい大事にはなってくるんで、最近ログインボーナスもめちゃくちゃ多いんですけれども、頑張ってね全て、入手するようにしていただけたらなと思います。そして最後5ステップ2024レイトサマーガチャということで、今回のイベントはもうこのガチャがメインどころになってくるのかなと思います。最近多いかけらガチャということで、ダイヤ150個でクリスタルのかけら100個入手することができます。ピックアップキャラとしては桃之助にホーディーにジンベイにハックにドレークにイゾーっていうメンツになっています。提供割合的には全員、こんな風に 0.5% っていうことで、狙い撃ちはちょっと難しいかもしれないんですけれども、で今回のガチャ評価なんですけれども、ステップ4までに関しては5段階中4点くらい上げていいのかなと。ただそれ以降に関しては5段階中3点ぐらいになるのかなっていう風に思いますね。このガチャのいいところとしては、なんといってもクリスタルのかけら100個をダイヤ150個で入手できるっていうことで、今来ているねかけらガチャも同じ量で、同じクリスタルのかけらを入手することはできるんですけれども、ピックアップキャラ的にはレイトサマーの方が優秀だと思うんで、そういう意味ではね、こっちのガチャの方が、いいと言えるのかなっていうふうに思います。ただそれ以降に関してはダイヤ50個を無駄に消費する必要があるんで、こっちのガチャに関してはダイヤ150個でクリスタルのかけら100個っていうことで、そこまで無駄なダイヤ数がないっていうのがいいところなのかなっていうふうに思います。だから育成目当てで引くっていうことになると思うんで、今回のガチャの場合どっちにしてもジンベイ欲しい方とかは別ですけれども、基本的にはこっちのガチャを引くことをおすすめするんですけれども、ステップ4までに関して言うとこっちのガチャを引いていいのかなって感じ。だから今おすすめする流れとしては、まずはこのレイトサマーガシャステップ4まで引いてかけら100個入手する。で、あとは今来ているそのこっちのね、バウンティーフェス第2弾の方ですね、こちらをもうガンガン回していくっていうのがいいんじゃないかなと思います。もちろんジンベイとかが欲しい方はね、こっちのガチャを引くっていうのもありだとは思うんですけれども、ただ単純にクリスタルのかけらが欲しいっていう方は今言ったようにねやっていただけたらなと思います。でチケットガチャに関してなんですけれども、480円で5連ガチャができるっていうことで、で最後の1体が星4キャラ1体確定っていういつものパターンですね。でそれぞれピックアップキャラが 10% の確率で最後の1体だけですけれども出るということで、でも5連ガチャプラスその今回の目玉としてはやっぱりジンベイ一択だと思うんで、もちろんホーディーとか輝く部分はあるとは思うんですけれども、桃之助に関してはサポートだったりとかね、ドレックに関してもサポートだったりだとか、イゾーに関しても今の環境だったらサポートとかで輝く部分はあったりすると思うんで、そういう意味では別に悪くはないっちゃ悪くはないんですけれども、でもやっぱここまで480円払ってまで狙いに行ける確率プラスキャラなのかっていうと、ちょっと個人的にはそうは思えないんで、個人的には5段階中2点ぐらいの評価になっておりますね。今回のガチャをまとめると、クリスタルのかけらを入手したいっていう方は引く価値は全然あんのかなと。5段階中4点ぐらいは上げていいガチャになってんのかなと思います。ただステップ4まで引いたんだったら、あとはこっちのね、バウンティーフェス第2弾の方を回すのが個人的にはおすすめっていう感じです。あくまでやっぱりこのガチャはクリスタルのかけらを入手するっていう考えのもとを引くのがいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。一応この後ね 1.5 億ダウンロード記念が続くっていうのを考慮した上で判断していただけたらなと思います。最悪別にこれ引かなくてもね、バウンティーフェス第2弾があるんで、そこまで焦らずに、そこまで焦って引く必要はないのかなとは、思いますけれども。はい、じゃあね今回は桃之助使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所は夜のあの国ステージですね。とりあえずこのキャラは 150% 旗貯めれるんで、任せてくれていいんだけどね。150% 旗を作っていきたいんだけど、ちょっと先 D 行くか。これ B 取られる可能性あるからな。ジャスト回避しといて、いやどうしよっかな。これでもこれやられそうなんだよな。いいや、じゃあとりあえずここ取っといて、はいはいはい、じゃあこっちスキルに構えといて、ダメージ減少 70% ですよ。
いや長いな、いやマジか、あうーなんか全然食らってないぞ。まあ一応ダメゲンが多いんでロジャー船長のやつとかはわりかし耐久できるんですよ。こんな風にやっぱロジャー船長って結局あのダメゲン多いキャラはしんどいっていうのはあったりするんでね。はいはい、一発二発の三発、ジャスト回避は無理。ここでずっとなんか戯れるのも良くない気するんだけど、はい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 、これもうカムサリ溜まってんのかな。一発二発の三発、ジャスト回避は無理、一発二発の三発。お宝ダッシュ負荷つけれたね。だったら私はこっちの方行きましょうか。ぐさりとごめん、無事か発動させちゃった。スキルに発動、ダメゲン 70% するんで、で、半端な攻撃はね、回復するんで、まあ今の環境結構合ってる部分は、あんじゃねえかなとは思うんですけれどね、まあでも結局なんやかんやしんどいってのはあると思う。はいはい、じゃあここ貯めといて、いいぜ、歌ちゃん、歌歌にしなさい。はいはいはい、まあエスプラ隊っていうのもあるかもしれないね。リーグは切り替わり、なんだ。一発二発の三発、ジャスト回避一発、真ん中がちょっとあれだけど、まあ、いっか、もうとりあえずもうちょっとここ任せるスタンプ押そうかな。はいはいはい、あー、間違えた。まあいいや。じゃあこっちの D 地点 150% 旗作っといて、お、どっから来たの？150% 旗作れます。で、B 地点に即座に飛ぶことができますと。なんだよ、さっきから。いや、これ、カムサリでやられるよな。いや、まずいな。いや、これ、いや、どうしよう。あれ、なんか、いないな。まあ、でも、こんな風にね、その、ロジャー船長のダメージは抑えられるっていうのは、いいんじゃねえかなとは思うんですが、3発打っといて、もう、あと、ここ、耐久でいいんじゃねえかな。まあ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 、ね、ちょっとさっきのやつが若干納得いかなかったということで、もう一回やっていこうかなと思います。とりあえずまあ 150% 旗を作っていくっていうのが、桃之助の役割なのかなと思うんですけれども、まあでも今の環境結構ね、耐久力的には、いい部分はあんじゃねえかなとは思うんですけど、いやこれ先ちょっと D 地点行くか、ドドっといて、で E 地点に関してはね、後であの取り返せるというか、自分あの移動できるんでスキル使わないといけないですけれども、まあとりあえずここの 150% 旗を作っておきましょうかね。あ、ごめんよルッチ。じゃあまあここの方に貯めといて、まああの体力のルッチなら大丈夫だと思う。来るな。 OK。 このスキルはね、あのあれなんですよ、こういった敵のスキルのやつも、封じることができるんで、それはいい部分になってんのかなと思うんですが、はい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 。一発、ジャスト回避、一発、二発の三発、一発、全然食らってね。8? 無視しんどいな。うえい、いいね。いや、やっぱダメゲン無視はしんどいよな。一発二発の三発、お宝ダッシュは服一応入れれば済んだけど、これ D 行くか、はい、ぶっ刺しといて。いや、外すか。一応今回キザルメダルつけてるんだけどね。一発二発の三発、一発。いやー、どうするかな。一発二発の三発。あ、オッケーオッケー。お宝ダッシュ負荷をつけれただけでかいよ。はいはい。まあ、これは最悪やられても知らないと。まあ、お宝ダッシュ負荷をつけれるのがいいところなのかなとは思うんですけれども。キザルが狙ってるな。どこに行くつもりだろう。じゃあ、私、多分取ってくれんのかな、あの感じだと。こっちにスキルに、なるほど。こっちだね。おい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 、多分大丈夫だ。BCD の3本で勝てるかな。うん。K、ありがとうございました。